戦わなきゃいけないことくらい俺だってわかってる。でもわかっていてもてめえみたいな馬鹿にはなれない。誰しもお前みたいに、てんてんてん、強くなりんだ。いいそこでマルコが言ったのを、ジャンは強い人じゃないから弱い人の気持ちがよく理解できる。これを思い出してすごいね、ジャンはショック受けるんだよ。ジャンが決意するのは、お前ら、陛下は何するのか決めたかって。俺は決めたぞと。俺は調査兵団に入るっていうふうに言うんだ。これね、ジャンがね、考えてるのは、 どうやればみんなの勇気が出るかなんだ。俺が勇気を出すっていう風うに言えば、みんなの心の中で勇気が出るんじゃないかというところにかけて、俺調査兵団に行くぞって言ったら、俺から出てきた言葉だったらみんなの心動くだろうそうだろうマルコって思いながらこれこいつ言ってんだよね。このあたりのね、その心理的なやり取りがもう絶妙なんだよな。 かっこいいよ。俺だから、進撃の巨人でさ、一番好きなキャラってジャンなんだよ。で、こっから先のジャンは、ひたすらかっこいいから。